土佐絵馬物語この番組は高知県神社町高知銀行ユニバース絆グループ高知ケーブルテレビの提供でお送りします土佐絵馬物語今週はですねお父町にやってまいりました 町でね、大変皆さんの中でも人気の高いスポットがあるんですね植物の好きな方歴史の好きな方大変こちらに来られてます横倉山こちらにあります横倉山自然の森博物館にお邪魔いたしました本当にね特徴的な建物はあの有名なね安藤忠雄さんの 設計によるこの建物、えー、有名なところで人気のあるところでもございます。えー、今週はこちらに保管をされている絵馬をご紹介いただくということで、博物館の学芸員でいらっしゃいます安井敏夫さんにお話を伺うことになりました。お待ちでございます。安井さんこんにちは。あこんにちは。どう,どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ。 どこか神秘的な雰囲気を醸し出す越地町横倉山この地に奉納された絵馬とは一体どんなものなんでしょうか早速案内してもらいましょう、えー、博物館の上から下に大きな階段があってねまた次の展示場に降り立った正面にその絵馬が飾られてます。ずいぶんこれ 思ったより大きな絵馬なんですね。<ー>安井さん、これ大きさどうなの？そうですね。縦が151センチ、はいうん、横が170センチあります。ほぼもう畳2畳に近まるかっていうぐらいの大きさの絵馬なんですが、えー、この絵馬がえっと東山図絵馬というふうに言われております。つまり横倉神社の絵馬と。 横浦神社に奉納された、うん、奉納され絵馬、えー、これはいつ頃って書いてあります、えっと、江戸時代の天保9年、西暦直島と1838年、うん、もうほぼ末期のね、わりぐらいの、えー、奉納されたど、誰が奉納したんで絵馬の,の左隅に、坂、うん、町若というふうに、えー、書いております。 町若というのは、まあ、今でいう青年部、青年団みたいな、ものに相当するんじゃないかと、うん。なるほどね。はい。<ー>えー、この絵、は本当にね、えー、なんていうんですか、この。落ちの町を流れる仁淀川、が上流からぐーっと落ちの町の前を通ってね、湾曲をして。蛇行して。ね、蛇、ね、行してますもんね。<ー>その今成川らですかね、河、はい、が中心に座ってますし。 左の方にはこれ家の町ですいそれから左の上の方には,は霧見川の支流っていうか仁淀、はい、川の支流のね流の霧見川も描かれてそして、えー、真ん中上の方にあれが神社そうですね横倉神社ですねその隣に並列して横倉寺があったわけです、うん、あお寺も描かれてますねあこの頃は、うん、あは神仏今合の時代ですのでうん、うん 随分立派な神社お寺でしたねそうですね、うん、横倉市でってもかなりあの規模が大きかったみたいですね<ー>、うん、この 今全体をご覧になって気がつくところってなどんなところがあるんですか。そうですね。今からまあ180年近い昔のですね、地理とか地形、それから風俗、人々の生業こんなものがですね、読み取れるということで非常に貴重な絵馬だというふうに聞いております。そうですか。例えばどんなところですか。まああの描写がですね、非常に細かいと。 いうこととですねあとところどころに雲のようなまるで長官図のようなそう確かに雲かあれは横にちょっと棚みたいなのが遮ってますねそういう桃山時代風のタッチで書かれてる雲の上から見下ろしているような非常に壮観なね神社の境内は随分に賑わってますが。 立ってますね。それしてあの境内で法の相撲が。相撲場があってね。行われてます。ですからおそらく秋の縁日の様子を書いたもんと思われます。大変な賑わいで秋の祭り。そうですね。ねで、うちの町から、えー、今みたいな橋はないわけですよね <laughs>、うん。はい、もちろんあります、ね、<laughs> 船で渡って。えーはい 川新潟川の川面にも船がたくさん描かれてますね。そうですね。あの伊流しですとかですね。それからあと漁ですね。川魚を取る。あのトワミなんかもやってますよね。そうかそうか。はいはいはい。であと岸では人々があの釣竿を垂れてですね。魚を取ってますね。あなるほどだ。それから松山街道では人々の行き来往来が描かれてますね。 およそ180年前に描かれた落ちの街いつまで見ても飽きない立派な絵馬なんですが実はもう一つご紹介したいものがあるんです、はい、この登山図ただ残念なことにちょっとこう色が落ちてまして、えー、細かい描写も見えにくくなってるな、はい、なんかもったいないですけどね、はい、そこで実はなんですがこの右隣に展示されている ほぼ同じぐらいの大きさのこれは模型というかジオラマっていうんですがこの絵馬の図柄がそのまま模型になってるそうですね忠実に再現した、うん、なるほどこれはねもう思わず見入ってしまいまいすね実に色も鮮やかですし木々の色街並み人のなんか表情まで分かりそうなぐらいのね相撲を取ってるのもねちゃんと、うん 再現されてますし、神社の本殿の立派さもこれでなんかよくわかりますね。そうですね。うん、カーラブケのね。うん,う,んうんですね。この横倉神社本当に細かく再現されてますが、横倉山という山と神社そして落ちの町っていうのは本当に。 深いつながりがあるということなんですか。まあそうですね。うん、あの横倉山自体あの800年以上昔の修験道の登山、うん、の国唯一の修験道の霊場として栄えたものでして、はいはい、実際この横倉神社というのは、うん、かつての三社あったうちの一つの一番下にある下の宮というのに相当します。はい。心ちょうど真ん真ん中っていうかその今成川を 突っ切るように大きな街道が描かれていますね。これがあの旧松山街道にあたります。あ、落ちの町から私で渡って、はいで、これずっとも松山まで。はい、はい、そうですあ。山を越えて、はいはい、すごい道だったでしょうね。きっとね。そうですねうん、えー。落ちから松山っていうとね、切り身が渡って今橋が通ってますが、あの道が昔からあったかというと、じゃあそうじゃなかったということなんですね。 あの街道ワークもでもここを、うん、そういうことですね。国道はあ後に、えー、川沿いに、うんえーに33号ができたと。建設されたもので。あいうことですね。はい、ええー、この横倉山博物館の絵馬そしてその模型。 本当、ね、あの見応えがあるものでえこちらに来られた方にはぜひこちらをねじっくりとご覧になっていただきたいなどちらも貴重なものじゃないかなというふうに思いますねぜひ皆さんにお出かけいただければと思いますえ今日は横倉山自然の森博物館の安井俊夫さんにご案内をいただきましたどうもありがとうございましたどうも失礼しました エマ物語来週もどうぞお楽しみに。